今年2月の発表で奇跡のコラボレーションと世界中のファンから注目を浴びたゆずるさんとクランプのコラボレーション絵本「ギフト。9月の発売に向けて公式サイイトとツイッターーがオープンしましまた。発売までの間に公式サイトとツイッターでは羽生さんのメッセージインタビュー動画や撮影メイキング動画またクランプのイラストなどさまざまなスペシャルコンテンツを随時公開する。 公開されてから40分くらいのところで私も見てみましたがすでに2万回以上視聴されていましたもし気がついていない方がいらっしゃったら概要欄に URL を貼り付けておきますのでどうぞ見に行ってください未だ謎に包まれる絵本、ギフトの内容ですがだんだん明かされていくそうで今後さらにニュースが増えていきますね続いて世界有数の浮世絵コレクションを誇る米国のボストン美術館が 江戸時代のの絵師葛飾北斎の江戸から現代に至るまでに他の絵師やアーティストに与えた影響を紹介する「北斎インスピレーションインフルエンス展」が開かれているのですがこちらも「なぜボストン美術館の北斎の展覧会で羽生結弦さんの写真が?」とファンがざわついています。どうやら同美術館のの学芸員であるサラさんの羽生ファン仲間が 二永美香さんによる羽生さんの写真と葛飾北斎の作品神奈川・沖並裏いわゆる大波を比較していたことからサラさんはこの写真を北斎展に展示したいと思ったそうなんです同美術館の公式ツイッターはこうツイートしました「スーパースターの羽生さんは力強さと美しさを兼ね備えているフィギュア界のスケーターで有名です」「北斎の作品にもその特性は見いだせます」 この写真の角度とポーズは大波の構図に似ているこれは偶然かもしれませんしそうではないかもしれませんなんだか信じるも信じないもあなた次第です笑」と言わんばかりですが由緒あるボストン美術館の学芸員に尋常ならざる情熱を持った羽生ファンがいたというのがなんだか嬉しいですね